はい、こんにちは。ブッカイランドジュニアイルマテン伊沢です。今日は12月の15か15の金曜日が終わったところですね。はい、明日新弾発売ですね。いよいよ皆さんお待ちかね、デュエルマスターズ第4弾の新発売ということで、通常お店にはですね、発売日の前日に、まあよその店はわかんないんだけど、うちはその前日に入荷があるんですよ。で、まあいろいろ準備とかがあるからね。で、入荷してきたものをですね、まあ明日のオープンに向けて、まあ値段を打ったり、あとは一部、まあパックをその開けてシングルで販売するじゃないですか。で、そのために、開封してシングルで、店頭に並べる準備をするわけですよ。もちろん出さないですよ。フラゲ、ダメ、絶対。なので、その準備をしてるんですけども、まあそのデータをですね、その新しいカードのデータみたいなところを、まあ僕はあるところから買ってるんですけども、まあ、そのデータが、まあなかなか今日来なくてね、その準備ができない。ああ、これ困ったなと思って。値段がつけられないわけですからね。でそういう準備でちょっとわたわたしてまして、実は全然まだ終わってなくてですね、明日の朝開店前に、必死にちょっと値段をつけて、まあ朝ね、多分、パックを買いに来る人がたくさんいると思うんで、その人たちにシングルカードも出せるように頑張りたいと思っております。あとそういうことが一つと、あとはね、皆さん知ってるかどうかわからない。知ってるな、きっとな。この日記を見てる人なら知ってると思うんですけれども、青森県から、15時間ドライバー、青森県から下道を使って15時間かけてやってくる久保翔くんがね、今日も夜9時かな。夜9時頃青森を出発して、今現在もガンガン下道夜の街を駆け回っていると思われます。ブックアイランドジュニアイルマ店を目指してね、車を走らせてる久保翔さん、まあ事故とかないようにお気をつけてお越しください。まあ眠くなったらちゃんと休憩してのんびりおいで。で、明日土曜日のね、午後2時からオープン大会があるから、まあそれに出れるように、まあ来てくれればいいかなと思ってます。まあ、診断発売でいろんな人も来てくれるだろうしね、楽しみですね。あと、おかげさまでこちらさん、下のね、映ってる、まあ、最近僕の生放送とか、いつもこのプレイマット使ってるんですけども、こちらのシャマさんのね、オリジナルプレイマットです。おかげさまで、大変、よく売れてます。店頭でもちろんね、販売してるんで、お求めいただくのが一番安いです。それ以外にも、ヤフオク、アマゾン、メルカリ、で、ネット販売もしておりますので、ぜひご利用ください。で、最近すごくお問い合わせいただくんだけど、この同じ絵柄でね、このプレイマットと同じ絵柄で、この縦の部分切り取った形で、実はスリーブを作ることになってます。キャラクタースリーブですね。こちらも、販売予定になってるんですけども、実はこれちょっとね、工場の方で、まだちょっと完成、いつ、入荷がいつになるかっていうのがまだ確定してないんですよね。だからまあもしかしたら年内間に合わないのかな。まあギリ足が出ちゃうかな、正月ぐらいなのかなっていう気もしてるんですけども、その辺も、はっきり発売日が決まりましたらシャマさんと相談した上で、すぐに発表したいと思っておりますので、皆さんねスリーブはいつなのとかね、聞かれるんですけど、ちょっとだけお待ちいただければと思ってます。でちなみに、こちらのねうちのブックアイランドジュニアイルマ店の方のオリジナルで作ったスリーブ、ゲドスリーブですね。こちらも、いつ発売だったんだっけな、8月頃だったっけか、8月うん、結構前に、新しくねうちでオリジナルで作ったスリーブがおかげさまで、もうそろそろで完売です。あと60個ぐらいだったかな。で、これをですね完売したら、いやもちろんだって人気があって売れてるんなら、じゃあもうちょっと増刷しようぜ、増やそうぜっていう話だったんですけども、いやいやちょっと待てよと、シャマさんのスリーブがもう出るじゃないですかね、今月か来月頭ぐらいには出る予定だと思ってるんで、その時にまあブックアイランドジュニアイルマ店で一番メインで売っていきたいスリーブはもうこれじゃなくて、こっちのシャマさんの方のスリーブになるという形になるので、こちらの方は一旦もう、売り切ったらおしまいって形にします。で、ガンガンこちらのねシャマさんの方のスリーブを、押していきたいと思っておりますので、
はい、一応ねこれだけ、売り切れたらおしまいだよっていうことを言っとこうかなと思ってっていうことになります。あとはもうシャマさんのフリーボーね発売をちょっとみんな待ってくださいということですね。いやー本当にねこのね中村愛斗先生のイラストもかっこいいんだよね。眉毛が赤いんだもん。ちょっと本当ねみんなよく見てほしいと思う。まあ、中村愛斗先生の作品はもちろんその今渋谷で開催されてるねあのデュエルマスターズ15周年展でいっぱい見れるんだろうけど、僕もねちょっとあのまあいつ頃かな行きたいと思ってますんで、はい、まあ、行ったら行ったでその感想をちゃんとまた動画にしようと思ってます。はい、とりあえず明日土曜日日曜日ね、土曜日の診断発売、そして午後2時からデュエルマスターズ超デュエマフェスか、超デュエマフェス、いつもより景品が3倍の超デュエマフェスオープン大会が行われますので、ぜひお越しください。日曜日は、午後2時からの超デュエマフェスは小学生限定なんだけども、午後4時からの特急8、診断のパックを8パック買ってそのパック同士で戦うっていうね特急8大会は午後4時から行われます。合わせて、お越しください。はい、今日は千人斬りの方のねやつも頑張ってなんと、マッチーを倒すことができましたので、ぜひその動画も皆さん見ていただければありがたいと思います。はい、じゃあ明日頑張りますのでおやすみなさい。失礼します。